はい、どうもこんにちは、バシーとメクです。はい、本日もですね、また新しい、イベントがね、来ましたのでやってみたいと思います。さあ、今回はこちらですね。はい、私欲幻影ですね。今回はミラージュガオガモンブラストモードと、それから、レイブモンブラストモードが、出てくるイベントになりますね。ミラージュガオガモンとレイブモンというデジモンがいるんですけども、それの、まあ、強化体って言えばいいですかね。のデジモンが出てくるみたいです。はい。で、いつも通り中級と初級はもうクリアしましたので、上級から行ってみたいと思います。さあ、ボスデジモンがもういきなりレイブモンですね。弱点は水ということなので、ちょっとパーティー編成しないとダメかな。はい、水が弱点ということで、今回はメタルシードラモンと、それからオメガモン、そして、ロゼモンですね。ロゼモンがなぜいるかというと、まあ、一応第一属性が入るからというところですね。それからやってみました。こんなパーティーな感じのパーティーで行ってみたいと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。レイブンブラストモードって結構連発した必殺技持ってるんですね。それが厄介で、僕もあんま好きじゃないんですね。対戦で使われると、うわってなりますね。前回のオメガモンのイベントからね、また結構厄介なイベントが出てきたって感じですね。はい、じゃあやっていきましょう。とりあえず上級レベルなので、普通に蹴散らしていくような感じいいかな。ガルルキャノンがめっちゃかっこいい。いくぞ、ソーンウィップ。これ、OK です。さて、ここからは AP ですね、貯めていきたいと思います。ガルルキャンボン、はい、OK です。さあ、最後の勝負ですね。レイブモンか。どうしよう。水が弱点だから、じゃあレイブモンにぶつけちゃおうか。ガルルキャン。一発じゃ落ちなかったか。ででで。残念だな。僕のオメガモンは、第一属性は効かない。あー、パラガイズ厄介だな。うえぇ。で、置いてくれた。よし、いいですね。さあ、最後だ。あ、メタルシードラゴンか。アルティメットスリーボーン、オッケーでーす。2個落ちましたね。とりあえず今回余裕クリアかな。3個と2個、5個ぐらい手に入るんですね。なるほど。これでチップ回せば、まあまあいい感じになるかな。じゃあちょっと次行ってみましょう。多分次超上級だと思うんですけどね。うん、普通に超上級ですね。では、超上級を回す前にですね、今回のチップちょっと回してみたいと思います。今回、僕特攻チップ取ろうかなと思いまして。はい、キャプチャーのところやってきました。というのもですね、今回10連キャプチャーでドロップ特攻確定なんですね。ドロップ特攻っていうと、さっき落ちたアイテムが、増えるような感じのチップになりますね。その特殊チップになります。で、僕今回ちょっと欲しいものがありまして、はい、今回の交換所なんですけども、今回、無技ブート C ですね。はい、これがつくんですね。無属性のスキルの威力がプラス25される、チップなんですけども、こちらの方がちょっと欲しくてですね。というのも、僕のアルファモンですね。はい、僕のアルファモンがいるんですけども、このアルファモンですね、実はデジタルインスオブソウルという技を持ってるんですね。で、これの属性が無属性なんですね。なので、今回、アルファモンの力をね、上げるためには、底上げするためにも、今回のこのチップが欲しいというわけで、ちょっと回してみたいなと思います。はい、じゃあ、100デジストーンですね、だけ使って、ちょっと1回だけ回してみたいと思います。できれば B が出てほしいところでなんですけどね。どうでしょうかね。さあ、今回どんなチップが来てくれるかな。虹がない。微妙だな。あ、特攻 C もらった。あ、ラッキー。これいいですね。じゃあ、これちょっとつけてやってみたいと思います。はい。ではですね、チップの方も無事付け終わりました。主力ゲーのドロップ特攻 C ですね。ベルフェモンと、それから、ロゼモンの方に付けさせていただきました。支援、主力ゲーのドロップ特攻 C と、それから、アタックですね。特攻上がる、攻撃力が上がるチップがあるんですけど、それのチップも付けてみました。じゃあ、これで行ってみましょう。
はい、こちらですね。超上級の方行ってみたいと思います。ボスが、ミラージュガウガモのブラストモードですね。弱点が、第一属性しかないですね。厄介な。はい。で、出てくるデジモン、おそらく光属性のデジモンが多いと思うので、今回ベルヘモンを組んで行ってみたいと思います。じゃん。はい、とりあえずこんな感じに組んでみました。弱点が、第一属性なんですけども、光と、雷が通らないので、無属性か、非属性か、水属性か、闇属性ということなので、こんな感じのバディにしてみました。エンシェントグレイモンで攻撃力を上げて、で、エンシェントグレイモンの技ですね。オメガバースは非属性なので、とりあえずこれが通るんじゃないかと思います。で、あとはベルヘモンと、ロゼモンで組んでみました。とりあえずこれでいけるんじゃないかな。じゃあ行ってみましょう。プラス4のデジモンも増えてきたんでね、割とパーティー編成もあんまり難しくなくなってきましたね。大体予想通りですね。やっぱりチールも出てきたか。さてどうしようかな。超上級なので技は割と飛ばしてた方がいいかな。チールも厄介だしね。どっちがスリープ使ってくるんだろう。とりあえずこっち一発じゃ死なないか。ヘブンズサンダーとか使ってくるの？うお。ちょっとびっくり。で、今回はあれか。スーパースターモンがスイープ使ってるのか。厄介だな。じゃあちょっとここから飛ばしながらやっていきたいと思います。はい、次のウェブですね。さっきスーパースターモンが使ってきたけど、次ドイツが使うかな。でもまあとりあえず潰してみましょう。悩んでもしょうがないしね。で、チーリンも潰して。で、あとはちょこちょこ殴っていきたいと思います。こっからが時間かかる。オール命中弾、厄介だな。闇使ってくると。それはそんなに痛くないな。さ、最後ですね。ミラージュガーガモン。ミラージュガーガモンの技が結構厄介なんですよね。威力が高めで怖い。どうしようかな。ドイツから先に潰すべきかな。やっぱミラージュガーガモンからだよね。遅いし。ただ、ベルヘモンの技で一発で沈む可能性もあるので、とりあえず、ここから、あれ、なんか新しいフォロワーさんが増えたわ。このタイミングで。どうしようかな。とりあえずミラージュガーガモンを集中して攻撃しましょうか。はい。あら、あっさり。ヘブンズサンダー、うわ、またがいて。スーパースターも一発沈むかな。えい。いいですね。じゃあ、こっからも楽ですね。意外と大したことなかったな。はい、お疲れ様でした。問題はいくつ出るかですよね。特攻使って21個しか手に入らない。厳しめだな。次はどうだろう。なんか私も出るかな。来ましたね。これはソロ限定かなですね。レイブモンと、それからミラージュガーゴモンが出てきますね。耐性が厄介だなぁ。自然属性しか効かない。ロゼモンが鍵を握るのか。で、あとは、無属性ぐらいしか通んないみたいですね。厄介だなぁ。ソロ限定なんで、ソロしか組めないからどうしようかな。僕の持ってるデジモンは、第一属性の技を持つのがロゼモンしかいないので、で、無属性のデジモンですね、技を持つのがアルファモンしかいないんですけど、アルファモンだとちょっと心持ちがちょっとね、ちょっと頼りないので、とりあえずこれで行ってみようかと思います。やられたらやられて、その時にまた考えればいいかな。問題はドロップ数ですね。いくつ落ちるかな。
勘弁してくれー。サムウェブ感うわー困った、どうしよう。じゃあとりあえず潰していきましょう。どうしようかな。まあまあ普通に飛ば、あの潰せる程度ですね。あーでも硬いな。サンウェーブは厄介だな。硬いし、やばいかも。いって、OK です。電磁属性のデジモンばっかじゃん、めんどくさ。どうしようかな。とりあえずメタルキルの先に潰そうか。硬いし、硬いし、よしか、当たんなかったよかった。 OK です。厄介だな。攻撃するよりこっちの方がいいか。引いてくれた、よしよし。これはもう一回チップ回した方がいいかもしれないですね困ったな。ハイパラライズ、うえい、厄介な。よし、さあ最後ですね。問題はここだよ。今まで通りだと思ってたのに、いっててててててて、てどうしようかな。どっちから先に進むべきかな。レイブモンが麻痺使ってくるんで、そこが怖いかな。つってもミラージュガグマの方が怖いか。ベルフィもやられたら元も子もないですからね。麻痺仕事できない。HP 高本でオール攻撃アップ。うおー厄介な。そういっくらい。よし、あ一発だ。ベルヘモンのおかげかな防御ダウン食らってたからですね。オメガバーストくれ。全然効いてない。じゃあとりあえずベルヘモンの、アタックポイントですねが溜まるまでちょっと叩き続けたいと思います。麻痺して動けない。さあ勝負はここからだ。オメガバースト、ヘブンズスだ。こいつも使うんかい。いって、どうだ。よし、ディフェンス取れた。よしよし、これで一発倒せるか。いけ、オッケーです。割と余裕だったな。1回で24個ぐらいしか手に入らないですね厳しいな割とはい、無事クリアできました。よかった、無事ステージをクリアできたのでデジストーン5個だけ獲得ですね。はい、というわけで、今回のイベントですね、やってみたんですけども、まあまあ普通にクリアできましたね。なんか以前やったイベントですね、スレイブモンだとかメタルシードラモンのやつよりかは随分楽だったような気がします。まあそれだけ僕が強くなったってことかもしれませんけどはい、今回ローゼモンが大活躍でしたね。よかったよかった。で、とりあえず全部通してやってみたんですけども、それでも手に入る数が51個だけだったので、かなりきつそうですね、今回のイベント。B チップぐらいないと厳しそうかな。そうですね、ちょっと厳しいなと思ったらもう一回チップ回してやってみたいと思います。まあ、今回はとりあえずサクサクプレイだってよかったと思います。はい。では今週の、デジモンの実況でした。紹介者のほしいと、ミクでした。はい、またねー。じゃあねー。ハッシーからお願いがあります。
はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。